先日ディズニーに行った時の話なんですが、あそこのさ、ディズニーのさ、ハトってさ、めちゃめちゃ人慣れしてるじゃん。いくら近づいてもね、澄ました顔でポップコーン食ってんので、そっから一匹のハトが上に乗っかって羽をバサ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 ってし始めたの。え、で、何急に何が始まったと思ってさでもね、その後すぐに離れて、なんか仲良さげにイチャイチャしてたんだけど、その近くに座ってた人とかがキャーとか言ってて、なんでキャーなのみたいな。で、後からさ調べてみたら全然交尾だった全然交尾だったんだよ。キャーか、まあキャーかみたいなまあそれはそうかって。なんかでもさ、一瞬だったから本当に分かんなかった。ハトってこんな一瞬なんだと思って、調べてみたら、ハトは一瞬ですって書いてあって、へーって。なんか地球の生物についてまた一つ詳しくなった。でもさ、なんか、いや、いいかいや、いいか、これは別に